はい、皆さんどうもこんにちは。大阪商業女子大学入試広報課の平木と申します。今日は2021年度の入試ガイダンスということで、総合型選抜入試について説明をさせていただきます。2020年度までは栄養入試というふうな形で実施しておりましたものが、総合型選抜入試に変更となります。この総合型選抜入試ってどんな入試なのか、それをちょっと説明をさせていただきます。まずポイントとしまして、1番目、表現能力、適性、目的意識、意欲などの評価に重点を置いているもの。2つ目として、志望者自身の資料の積極的な活用、これは志望の履修書であるとか、また調査書、こういったものが入ってきますが、こちらと面接で評価をします。で、3番目として学力試験が必須となります。出願については9月の1日以降、合格発表は11月の1日以降というふうになっております。続いて大阪商院女子大学の総合型選抜入試について説明をさせていただきます。ポイントとしまして、選べる6つのこの方式、そして2つ目として、2020年度推薦入試 A が総合型選抜の方に2期の方に移行します。それから3番目として、活動においては結果も非常に大切なんですけども、本学はそれに至る過程を評価するという、こういったところがポイントになります。それではポイントの一つ目、選べる6つの方式とはどういった方式か、これを説明します。まず一つ目、事業体験型、そしてオープンキャンパス参加型、活動実績アピール型、課題提出型、化学生物基礎範囲型、そして6つ目に教科科目型、この6つの選べるタイプがございます。この6つになります。それでは一つずつ説明をさせていただきますが、この6番目については後ほど詳しく説明をさせていただきます。まずは1番から5番のところを説明します。事業体験型ですが、これはオープンキャンバスなどで行う授業を受講します。授業を受けてその授業の体験レポートを作成します。それをもとに大学が書類を選考しまして、出願許可の方に出願許可通知を送付します。そして当日はこの事業体験レポートをもとに面接等を行う、このような入試のタイプになります。続いてオープンキャンパス参加型ですが、オープンキャンパスにまず参加していただくことが出願の要件というふうになります。こちらで参加して感じたこと、思ったこと、こういったところをもっともっと学びたいと思ったこと、それにプラス学科の方から課題を提示されます。これらをオープンキャンパス参加レポートという形でまとめます。参加をしてオープンキャンパス参加レポート、課題レポートでもありますが、こちらを仕上げてエントリーします。でその結果、出願許可の方には出願許可通知を送付して、面接試験日当日は面接を行うと、この参加レポート、オープンキャンパス参加レポートをもとに、行動諮問形式で行われるというものになります。続いて活動実績アピール型になります。こちら高校での活動をアピールできる方、ぜひお勧めします。流れとしては活動実績アピール書に、活動の内容、アピールする内容をしっかりまとめていただくと、でエントリーをして、書類選考をさせてもらった上で出願許可通知を大学から送付します。試験当日はこの活動実績をもとに面接を行うというタイプになります。続いて課題提出型、こちらの方は課題に対しての自分の考え方、考えをしっかりまとめていくもの。実はこの課題については
2021年度入試要項に記載されます。ですから事前に分かるということになりますので、それをしっかり自分で調べてこのレポートを仕上げていくということです。でエントリーの際にこの課題レポートを提出をして、出願許可通知を大学から受け取ると。そして試験当日はこの課題レポートをもとに誤答指問形式を含めた面接を実施するというものになります。続いて化学生物基礎範囲型というものがあります。こちらは学力テスト、小テストになりますが学力テスト、それとグループディスカッション面接を行う、こういうふうなタイプになります。こちらも2021年度入試要項に課題が記載されます。それに対して課題のレポートを仕上げてもらうと。でエントリーをしてもらって大学の方で書類を選考して出願許可通知を送付すると。で試験当日は30分の小テスト、化学生物の基礎範囲の小テスト、こちらとグループディスカッション面接を行うというものになります。こちらです。もう一回再度確認の意味でスライドを出しましたが、小テスト、化学生物、基礎範囲、グループディスカッション面接。グループディスカッションの形式で事前課題を個別に発表して、その後グループで討論するという形になります。はい、おさらいですが1番から5番まで説明をさせていただきました。はい、次にこの入試の流れについて説明をさせていただきます。1期と3期で、実は2期が先ほど6番の項目に出た教科科目型になりますので、これは後ほど説明をさせていただきます。なお化学生物基礎範囲は1期だけの実施となりますので、こちらはご注意ください。はい、まずエントリーということで、エントリーシート、志望の理由書、それから各種のレポート、これだけの書類が必要です。エントリー期間内にエントリーをしていただきます。大学に送付して書類の審査の後、許可者に対して出願許可通知を発送するというような流れになります。続いて出願というところですが、許可を受けた方は出願登録をしていただきます。そして検定料の入金をして、そして出願をすると。で試験日は面接、口頭諮問の形式、こちらも含むという形で約30分、面接官は学科によって異なりますが、2名から3名程度という面接を行います。続いて評価のポイントについてお話しさせていただきます。評価のポイントですが、まずはじめに学力の3要素を意識した視点での評価になります。それから2番目としては主体性の評価、こちらについては志望の理由書または調査書、面接で審査を行うことになります。これがポイントになります。はい、実はこの総合型選抜には対策講座を用意しております。どういう内容かといいますと、1期と3期の対策講座ですが、志望の理由書、そして各種のレポートの書き方、考え方、まとめ方についてしっかり説明をさせていただきます。でこれに加えて面接対策まで行います。日程としては今ご覧いただいている通りの日程で、実はこの日程というのはオープンキャンパスの実施日になります。ですからオープンキャンパスの実施日に全てこの対策講座を行うということになります。オープンキャンパスの方は事前予約制となっておりますので、ぜひ受験生応援サイトを見ていただいて事前に予約をお願いします。続いてポイントの2、推薦映画総合型選抜2期にということで、2020年度の推薦入試 A になりますが、こちらが総合型選抜入試に教科科目型に変わりました。で日程としては2020年の11月の1日2日、試験科目としては2科目90分です。
英語、国語、これは現代文になります。で、科学、生物、数学、科学基礎プラス生物基礎、日本史、この中から2科目を選択するということになりますが、学科専攻によりまして指定科目がありますので、ここはご注意をいただきたいと思います。はい、ポイントです。まずはじめに死亡理由書などの、書類の積極的な活用、そして学力試験で評価をしていくということです。特に死亡理由書については得点化はしません。2つ目にスタンダード型、これは必須の出願受験になりますが、こちらと高得点科目重視型、こういう入試方式があります。はい、こちらも、入試の対策講座、総合型選抜2期入試対策講座ということで、有名予備校講師が、入試問題の傾向と対策について解説をします。日程としては、2つありますが、まず6月の21、8月の9日は科学、生物の、基礎中心のですね、対策講座で、9月の21日については英語、国語、科学、生物の対策講座を、行います。はい、ポイントの3、これは結果も大切ですがというふうに書いてますが、まあ、いろんな高校時代に活動をしていると思います。その活動において結果も大切ですが、本学はそれに至る過程を評価していく大学ということです。活動評価として本学は特にこの活動の過程を評価していきます。例えばということで、高校時代に特に力を入れて取り組んできたこと、またはその活動においていろんな反省も出てくると思いますが、その反省から次につながる努力をしたこと、そして実際に振り返ってみたときに自分はこの部分で成長できたということが実感できること、まあ気がついたこと、学べたこと、成長できたこと、こういったことをしっかりと記録していくこと、これが非常に大事なところです。実はそういった内容というのが調査書に反映されることになります。学校生活、高校生活の中でいろんな活動、まあ、部活動であるとか、または課外活動、資格をしっかり取得した方、まあ、こういった方もいらっしゃると思いますが、それらのこと、活動をですね、しっかりと記録していくことを意識した1年にしてほしいなと思います。はい、早い段階から準備をしましょうということですが、やはり自分が何に興味を持っているのか、これを知ることがすごくやっぱり大事なところです。一度自分なりに考えていただきたいと思いますが、自分が本当にやりたいこと、好きなことは何、大学でどんな学びがあるのって、実際に私の方にあったその学科って何だろうっていう、まあ、こういったところをちょっと思い浮かべておいていただければと思います。で、その実現のためにはオープンキャンパスに参加することをお勧めします。オープンキャンパスではその学部学科の学びをまず知るということで、そこで在学生とか、まあ、先生も参加されておりますので、まあ、いろんな質問、わからないことをどんどん質問がすることができるということ、それからその大学に入るための入試制度についてしっかりと理解していくこと、それからこの4つ目に書いてある、これも非常に大事なところですが、キャンパスの雰囲気を体感すること、これがオープンキャンパスでのポイントになるかなと思います。この2020年度のオープンキャンパスの日程としてはご覧いただいている通りになります。5月から9月まで、合計7月は2回行いますが、合計で6回オープンキャンパスを行いますので、皆さんご都合に合わせた形でいずれかの日程でぜひオープンキャンパスにお越しいただければと思います。はい、ここまでの流れのまとめですが、まずは総合型選抜ってどういった入試なのっていうことを説明まずさせていただきました。次に大阪松陰女子大学の総合型選抜の入試のポイントについていくつか例を挙げて
説明をさせていただきました。3つ目に、大学を知るには、または自分の興味とかいうことを知るには、やはりオープンキャンパスの方に参加するっていうのが一番いいことかなというふうに思います。はい、以上でこの総合型選抜の説明について終わらせていただきます。また別にですね、学校推薦型選抜、一般選抜について動画を配信する予定になっております。ご視聴大変ありがとうございました。